皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はハイブリッドルーディメンツの動画です。1月の中間報告をしていきます。2017年1月はブラーズというハイブリッドルーディメンツに取り組んでおります。視覚的効果も十分なハイブリッドルーディメンツ、それが今現在でどこら辺までの速さでいけるのかと、これに関しては特にゴールのテンポは設けません。自分でどこまでいけるかやってみたいなと思っています。ブラーズというハイブリッドルーディメンツに関しては概要欄のリンクからご確認くださいませ。それではやっていきます。基本的に、ダブルパラディドルです。分かんなくなった。ダブルパラディドルをベースにした、ルーディメンツになっています。四分音符70に対して6連符でやってみたいなと思います。ではいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。まあなんとか照明買おうかな。いけてます。75でいってみます。75です。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、80。ワン、ツー、スリー、フォー。そこそこいけそうです。じゃあちょっとステップアップして90でいきます。いきましたね。95です。95までいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。どうでしょう。100までいけるかな。100です。100いきまーす。ワン、ツー、スリー、フォー。難しいな、これ。オーケー、105ぐらいまでいってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。できない。もう一回だけチャレンジさせてください。ワンモア。105までやってみました。今の自分ではこの辺りが限界かなと思います。この明るくなったり暗くなったりするのやめてほしいですね。このぐらいが限界かなって思っております。まあもうちょっと頑張りたい。120ぐらいまではいければいいかなって思うんですけれども、
あと半月頑張ってチャレンジしたいなと思います。ではまた月末の報告動画でお会いしましょう。バイバイ。